IP67 を実現した人共同ロボット HC10DT 防人防的仕様を紹介します。こちらのロボットは全軸 IP67 の防人防的構造を実現しているためご覧の通り一時的な水没にも耐えることができます。これにより切削油や水などの液体や粉塵がかかる環境でも作業することができるほか衛生面への配慮から 水洗いが必要な用途でも使用が可能となりましたそのためこれまで人共同ロボットの導入が難しかった領域にも対応することができますヤスカワ電機の人共同ロボットはロボットの機内にケーブルを内蔵しています今回使用しているロボットはイーサネットカテゴリー6クラスのケーブルを内蔵しており高速での通信に対応することができます その他にも、エアホース内蔵仕様、サーバハンド用ケーブル内蔵仕様などを準備しており、お客様のご要望に沿ったものを選定していただきます。また、ロボットの先端にツール駆動用のコネクタを配置しております。これにより、ロボットの外に配線をする必要がなくなり、お客様のツール取り付け工数の削減や、安全でスマートなシステムを構築できます。 以上が、HC-10DT 防塵防滴仕様の紹介となります。高過半人共同ロボット、HC-20DT を紹介します。こちらの HC-20DT は、最大過半質量 20kg、最大リーチ 1700mm、ISO-10218 に準拠したロボットです。今回のデモンストレーションでは、加工機へのワークの投入・搬出作業を行います。 HC20DT は全軸 IP67 の防塵防滴構造を実現しているため、切削油や水などの液体や粉塵がかかる環境でも作業することができます。右手の作業台付近に設置した存在検知センサーにより周囲に人がいることを監視しています。今回は床が青色になっている箇所がセンサーの監視領域です。では今から人がワークの入れ替え作業を行うため、ロボットの作業スペースに入ります。 ご覧のように存在センサーが人とロボットが近づいたことを検知しました。これによりロボットは人と安全に作業をするため機能安全により速度を制限したり停止させたりします。作業者がワークの入れ替え作業を終えエリアから出るとロボットは再び通常の速度で動作します。さらに 20kg の高過半化により大型なワークや 複数のワークの同時搬送といった作業工程にも対応することができお客様のタクトタイム削減に貢献しますここで安川電機の人共同ロボットの安全機能についてご紹介します安川電機の人共同ロボットはロボットに内蔵したセンサーが接触による力を検知し人が接触した場合でもロボットは安全に停止することができます この機能の安全性を示すために、ロボットに接触してもらいます。ご覧のように、人とロボットが接触した場合、ロボットはすぐに停止し、少し軌跡を戻ります。これにより、人に与える衝撃を緩和します。停止したロボットは、ロボット先端にある動作再開スイッチを押すことで、運転を再開できます。ご覧いただいた安全機能は、安川電機のすべての人共同ロボットに適用しております。 そのため、サクレスでの運転が可能となり、お客様の自動化に貢献いたします。以上が、HC20DT の紹介となります。食品使用に対応した人共同ロボット、HC10DTF を紹介します。こちらの HC10DTF は、食品市場からのご要望にお応えし、サニタリー性を向上させたロボットになっております。 今回のデモンストレーションでは、ケーキを一つずつ積み重ねていき、ロールケーキのタワーを完成させます。こちらのロボットは、ロボット本体には塗装をしておりません。代わりに、スプーンやフォークと同じようなメッキ処理をロボットに施しています。これにより、ロボットの塗装剥がれによる異物混入のリスクがなくなり、食品製造ラインでの安全性を確保することができます。 さらに衛生面を考え、駆動部はあえて隙間を広くし、清掃しやすく、雑菌がたまりにくい構造としています。そろそろ、HC10DTF がロールケーキのタワーを完成させます。ロールケーキのタワーを積み上げることができました。また、サニタリー性加工のため、アルコールや指定の洗浄剤で拭き取り清掃が可能になっております。 このように直接アルコールを吹き付けて拭き掃除ができますので、常にロボットが清潔に保たれ、食品製造ラインでの幅広い用途にご使用いただけます。ご覧いただいたように、HC10DTF は高いサニタリー性を確保しているため、食品の搬送だけでなく、洗浄剤での清掃が必要な薬品、化粧品などの搬送にもご使用いただけます。 以上が HC10DT ハ,ハンドキャリータイプは手押し台車の上に HC10DT を搭載しているため簡単に移動設置が可能です今回はこちらのロボットが簡単に移動設置から運転を開始するまでの一例をデモンストレーションにてご覧ください ままず、作作業業者が手押しし台台車をしてての前にやってきます。この状態ではロボットと作業台の距離や作業台の傾きが毎回違ってしまうためあらかじめ登録していた動作を実行すると位置ずれが発生しますそこで自身の位置情報を取得するため手先にあるセンサーを使用し位置情報を割り出します。この際、作業者は、 直接アームを掴んでレーザーの位置を大まかな位置に持っていきます。その後位置検出のプログラムを実行することで自分自身と作業台の位置や傾きを計算しあらかじめ登録していた動作を修正し問題なく実行することができます。このように HC10DT ハンドキャリータイプは移動から設置 運転までを簡単に開始することができフレキシブルな製造ラインを実現できます以上にて HC10DT ハンドキャリータイプの紹介を終了します。